はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、全縛りで最初からスタートをやってますけども、今日もやっていきましょう。これ、いきなりさ、ドルボード、手に入れられるんだね。あ、そうか。じゃあ、まずは、ドルボードを手に入れて、移動を快適にさせようか。OK。受けます。ドルボード取り行こう。で、そして、ダストンのクエストをやっていこうか。行き先が表示されてるって本当楽だよね。わかりやすい。で、行ってる間にも、あれだな、敵を倒しながら、レベル上げをしていかないといけないよね。うわ、結構強い。結構強いな。マジか、ちょっと勝てないかもしんない。こういう雑魚にすらなかなか勝てないっていうのが、おいおいおい、逃げれないしね、これ。うわー、これはきつい。いや、思った以上にきつい。これ、ルカに入れんと勝てんか？いやいや、雑魚を一体倒すだけで、この強さ、厳しい！よし！オッケーオッケー。でもまあまあ、こういう風にね、徐々に倒して、レベルも上げつつやっていきましょうか。うーわ、きつ。ドルボードを直してもらって完成だね。これで移動がだいぶ早くなりますね。ではダストンのクエストやっていきましょう。仲間が増えた、これはだいぶ楽になる気がする。うん、この仲間が増えてる間にレベルを上げたりしようか。おお、メタルスライム、まあ、逃げるだろうけど倒したい。あー、メタル倒したいな。うわ、扇の舞があればあと一発。逃がすなよ、逃がすなよ。いや、あ、まだか。なあ、メタル倒したい。よし、なあ、よし、ナイスナイス。あと一発、あと一発。よっしゃー、いった。いや、こう序盤からメタルスライム倒したっていうのは結構でかいよ。2位ぐらいレベル上がるんじゃない？どう？メタルの経験値入ってない？49ポイント、そんなことないでしょ。よし、レベル14ですね。これで扇の舞をつけれるね。扇の舞、これでだいぶ変わるんじゃないかな。洞窟に入ると一気に敵が強くなりましたね。でもダストンとボツコンがものすごい強いんで、レベルを上げよう。うん、まずはちょっとここら辺に対応できるようにレベルを上げていきましょう。そして扇の舞が強い。うん、あ、これは最初に取っとくべきだったね。攻撃力ばっかり上げて、取ってなかったんだけども、取っていくとだいぶ楽になったね。うん、ちょっとここでレベルを上げます。運が良かったですね。よし、18、レベル18まで上がりました。これで、行こうか。スキルを一つ覚えてから、ボス行ってみましょうか。ね。これ、明鏡止水。で、HP 回復するんで、これいいって聞いたんだよね。これを使いつつやっていきましょうか。あと、覚えたいのが、まあこのハテナのとこだな。ちょっと開けていきたいですね。よし、ボス行ってみよう。いや、まさかボスじゃなかった。でもよかった、レベルを上げててよかった。ダストンたちが抜けたので、これレベルをね、後で上げるってなったらちょっと厳しかったかもしんない。あ、よかった。地下遺跡来ました。
た。こっからね、ポイクリンが仲間になりましたね。宝箱も開けてもそんなにここら辺はいいのなかったと思うんだよな。で、問題は経験値が入るかどうか。もう入らないような気がする。うん、そんなに強くないからね。あ、いや、入るか。意外と HP 高い。入ってくれ。OK、OK、OK。あと1ぐらいレベルを上げていったらいいかな。いや、20だな。うん、20まで上げて、ボスに行きましょう。序盤でこんなにね、レベル上げをするとは思わなかったね。うん、通常のやつは、レベル上げする必要がなかったもんね。こいつは経験値入る？オッケーオッケー。入らない！入らないんかい！19までかな、レベル上がるのは。さあ、それではボスには勝てるんでしょうか。レベルは19まで上げてます。20までは、どうも上がるっぽいんですけども、うん。まあ、とりあえず19でということで。きますね。まあまあとりあえずこれしとかんとね、明鏡止水の効果の高さっていうのが分かった。うん、これむちゃくちゃ回復する。うん、基本これでゴリ押ししていく感じでいいのかな。はい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 、大丈夫大丈夫。このコンボだね、明鏡止水使ってダメージ食らっても回復するようにして攻撃していく。まあ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 大丈夫。 OK、 まだ徐々に回復するので OK。 ポイクリンね、一応ホイミ使うんだけども、30ぐらいなんでね、回復が。なのでそこまで期待はできません。どうだ、敵の強さは強くなったらあれらしいね、HP が 1.5 倍の攻撃力が 1.2 倍になるみたいですね。いけ、お、いいね、むちゃくちゃいいぞ、ダメージ与えれる。いや、でも MP がちょっと厳しくなってきたな。扇の前がね、8使うんだよね。まだ黄色でもないな。これはちょっと明鏡止水を使いつつ、通常攻撃に切り替えようか。ちょっと MP が厳しいな。あー、でもスーパーハイテンションの時には、扇の前で攻撃したいんだよね。いいダメージ。100以上与えればもうほんと十分。うわ、きつ。いや、でもここで攻撃しときたいんだよね。いいか、いけ、押せ押せだ。もうポイックにはこれから回復に入るだろうし、おいって、やべえ、使えるやつももうないんだよな。ちょっと待て、倍しかけてももうそんなに意味ないだろうしね。最初からルカニで行くべきだったか。まあいいや、攻撃しろ。さっきの攻撃食らえばもう死んじゃうな。おいって、もう自利品だな。いけるか。いや、ギリ無理のような気がするけども、このギリギリ感で戦わないといけないんだよね。わお、よし。いや、まだ赤になってない。扇の舞を使うのがちょっと早かったかな。扇の舞はちょっと取っといて、ハイテンションになった時にガシガシやるべきだったか。ナイス。うわ、きつい。きついきつい。マジで、次攻撃されるとやられるな。
頼む、俺には攻撃するなよ、頼むよ。よし、ナイスナイス、いける、よし、勝てるやろ、ありがとう。この間に、いやーまだか、動き出しやがった、ナイス、素晴らしい素晴らしい、いけ、もうちょっとで倒せると思うんだけどな、ありがとう。いやーやばい、これはやばいぞ、まずい、いやー、免許止水だな、よし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 、オッケーオッケーオッケー、やばい、ポイクリンも多分アイテムが尽きた感じじゃない、そろそろ倒して、よし、来た来た、めちゃくちゃギリ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 の戦い、はい、ということで戻ってきました。今日はね、全縛りでガタラのクエストをクリアできました。今レベル19なので、次行くときには多分23ぐらいかな、それぐらいまで上げないと厳しいかもしれません。はい、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。